漢字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 。はい、こんにちは、日本語の森のゆき先生です。今回も漢字の勉強頑張りましょう。はい、まず一つ目の漢字からいきましょう。訓読みは取る取る、音読みはさいさいです。はい、じゃあこれ、この文字取るっていう意味ですね。まず取るって漢字が日本語にはたくさんありますね。ちょっと書いていきましょう。まずそこから整理しましょう。まずこの取る、今日やる取る、そしていつも最初の一番簡単な取る、それからこれも皆さん知ってるんじゃないですか、取る、それから4つありますね。こんなにあるじゃん、どう意味違うのって思いますよね。じゃあ一つずつ説明していきます。はい、じゃあまずこれから、この取る、これは普通ですね。普通に何でもいいです。物、物を取るときにこの漢字使います。あの物、あれ取ってとか、取るね。で、これ、この取る、これはわかりますか。これは写真を撮るの撮るです。写真を撮るです。これは撮影の撮ですね。写真の撮影だから、写真を撮るときはこの漢字です。わかりましたか。次、これ、これはまあ、虫でもいいです、動物でもいいです。何か動いてる生き物を道具で撮るとき、こうやって撮るとき、こうやって撮るとき、この漢字を使います。捕まえるときですね。動いてる生き物や動物をこうやってで捕まえたとき、取るです。取る、わかりましたか。この3つ違いわかりましたか。で、これなんですけど、この取るは人を取る、人を採用する、人を会社で取るとき、この漢字。あとは血を取るときもこの漢字です。あとは昆虫採集とか、なんかいろんなのに使いますね。はい、この取るは人を取ったとき、会社で社員を雇うとき、人を取る、この漢字使います。あとは血を取るときもこれ使いますね。はい、じゃあこの漢字もっと詳しくやっていきましょう。この漢字のまず覚え方からいきましょう。左側、これはいつも通り手ですね。手、これは、これはね、爪ですね。このこういう部分、指のこういう部分、こうです。見えますか、爪がありますね。はい、次下、ここも簡単、木ですね。だから覚え方、手の爪で、爪ね、ここ爪で木の実を取る、手の爪で木の実を取るです。そう覚えましょう。わかりましたか。はい、じゃあ例文いきましょうか。多くの応募者から2人を取った、いろんな案があったが最終的に A 案を取ることにした。2017年度教育採用試験、昆虫採集。はい、じゃあやっていきましょう。これとこれとこれやりましょうか。はい、じゃあ一つ目から、多くの応募者から2人を取った。はい、これは雇う人、社員を応募したんですね。誰か社員にならないですか、たくさんの人がやりたいですって言いました。そのたくさんの人の中から2人を取りました。取ったです。わかりましたか。採用とも言います。取って用いる、採用ですね。次行きましょう。いろんな案があったが最終的に A 案を取ることにした。まあ、いろんな案があったんですね。 A 案、 B 案、 C 案、 D 案、 E 案、その中で、まあ、A 案が一番いいかな。取った。A 案を取ることにした。最後、昆虫採集。取って集めるって書いて、採集って読みます。昆虫採集、植物も採集するって言いますね。で、わかりましたか？この際、他とどう違うか。たくさんのものの中から、取る。一つか二つか三つか、たくさんの中から、選んで取るのがこの取るです。
採用、血を取る、まあたくさんありますね、血が。たくさんの血の中から少しだけ血を抜く、取る、取るです。あとはたくさんの人から人を採用する、人を取る。たくさんの案から A 案を取る、採用する。昆虫たくさんいますね、そこから取って集める、採集です。わかりましたね。ちょっとたくさんあって難しいですね。ちゃんと整理して使い分けてみましょう。使い分けられたらあなたは日本人です。はい、2番目。はい、この漢字訓読みからいきましょう。損なう、損ねる、損なう、損ねる。音読みは損、損です。この漢字、まずちょっと反対の言葉言わせてください。これの反対の言葉は得です。得、得です。はい、損得、プラスマイナスですね。はい、じゃあ覚え方いきましょう。左側、吐いて、いつも通り手です、手編。次、左。これ、この漢字、皆さん、知ってますか？知ってますか？人員の員ですね。人員。人員って言葉知ってますか？まあ、人のことですね。なんか使える人のことです。人員。人員の手が少なくなる。人が少ない。仕事をするのに人員が足りてない。人員の手が少なくなってるよって覚えましょう。マイナスっていう意味ですね。こっちの得、プラスです。こっちはマイナス。人員の手が少ない。大変忙しい。そう覚えてください。はい、例文いきましょう。お酒を飲みすぎると健康を損なうことになります。やっと食べられた。食べ損ねるところだった。相手の機嫌を損ねる。台風による家屋の損傷は大きかった。はい、じゃあこの中でどれやりましょうか。これと、これやりましょうか。はい、じゃあ一つ目。お酒を飲みすぎると健康を損なうことになります。まあ、つまり健康がマイナスになっちゃう。健康に良くなくなっちゃうってことです。まあ、お酒って少しならいいんですよ。楽しくなれるし、美味しいし、いいじゃないですか。ですけど、飲みすぎると健康に悪いです。健康を傷つけてしまう。健康を損ねてしまいますよ。気をつけてくださいねっていう文章です。はい、次。相手の機嫌を損ねる。機嫌を損ねる。機嫌って何？って思いますよね。機嫌がいいっていうのは、あー楽しい、こういうことです。嬉しい、ハッピー。でも機嫌が悪いっていうのはこういうことです。だからさっきまで機嫌が良かったのに、私がなんか悪いこと言っちゃったせいで機嫌が悪くなっちゃった。機嫌を損ねてしまった。ごめんね、機嫌直して。さっきまで機嫌が良かったのに私のせいで悪くなっちゃった。機嫌を損ねちゃった。そういうことです。わかりましたか？次行きましょう。三つ目の漢字読み方いきますね。訓読み、拝む、拝む。音読みは、はい、はいです。覚え方。はい、この漢字、左側。言うまでもなく、手です。手。手ですね。手です。でも、問題は右側。この右、何に見えますか？これ実はこうやって指を組み合わせて拝んでいる手を表します。ちょっとやってみます。皆さんいろんな神様いると思うんですけど、皆さんこうやりますよね、拝むとき。こうですね。まあこういう人もいるかもしれないですけど、まあこうするとしてください。ほら、ここの部分似てますね。この部分とこの部分似てますね。そう覚えましょう。はい、拝むです。で、横棒4本あるの忘れないでください。 1,2,3,4。 はい、で、この形がこう似てるねっていう話です。覚えましたか？はい、じゃあ例文いきましょう。神に拝む、日曜礼拝に参加する、神社で参拝する。はい、じゃあこれとこれ見てください。はい、
日曜礼拝に参加する、これキリスト教ですね。キリスト教の方、皆さん日曜日は教会に行ってお祈りしますね。日曜礼拝って言います。日曜礼拝、礼拝です。はい、わかりましたか。次、神社で参拝する、これよく日本人はお正月とか、あと受験する前とかやりますね。神社に行ってこうやって神様お願いしますって言います。参拝する、参拝するです。参って拝む、参って拝む、参拝するです。わかりましたか。はい、次4つ目いきます。訓読みはなしです。訓読みなし。音読みは書く、書くです。はい、覚え方いきましょう。またまた左は手です。右はこれ簡単、広いですね。広い、広い。はい、なので覚え方、手で拡大する。拡大するって何ってなりますか。例えば皆さんスマートフォンを見て、スマートフォン iPhone でも何でもちょっと小さいなってなったらこうやりますよね。こうやります。これ拡大です。字を大きくするとか絵を大きくする、拡大、手で拡大する。覚えましたね。はい、じゃあ例文いきましょう。画面を拡大する、韓国で市場を拡大するために投資を行う、この記事に共感された人は拡散お願いします。はい、じゃあこの中でこれとこれやりましょうか。はい、1つ目、韓国で市場を拡大するために投資を行う。つまり、まあ韓国で新しいマーケット、新しい市場を大きくしたいんですね。大きくするためにはお金が必要です。お金が、だからそのために投資、これ投資です。資産、お金ですね。資産を投げる、投資する、お金を出して市場を拡大するよ。わかりましたか。はい、次、この記事に共感された人は拡散お願いします。これ共感前やりましたね。はい、この記事、例えばすごい泣ける話の記事とか、笑える話の記事とか、それを読んであなたも笑ったり泣いたり共に感じた、共感したなら、この記事をみんなに教えてください。よく Facebook とかでもシェアあるじゃないですか。シェアボタン、みんなで共有するやつ。だからそれみたいに人に教えて、この記事を拡散、みんなに広めてください、広めてください、お願いしますっていう文章です。わかりましたか。はい、次5番目、この漢字、訓読みは抱く、抱える、抱くです。抱く、抱える、抱く。音読みは抱、抱です。はい、じゃあ覚え方いきましょう。左はいつも通り手、右側の漢字です。右側、包む。皆さん包むって漢字知ってますか。包むって、例えばチョコレートは銀紙に包まれてますよね。あとはプレゼントって綺麗な紙で包まれてますね。こうやって何かの中身を外側、何か紙とかいろいろなもので包むこと、包むです。わかりましたか。はい、でこの覚え方、手で人を包む、抱くです。抱くっていうのはハグってことですね。ハグです。だから人を手、まあ腕でこうやってギュッてする、包む、抱く、そう覚えましょう。人を手で包む、抱くです。わかりましたか。この抱くはなんかハグとかそういう意味だけじゃなくて、気持ちにも使われます。なんかそういうハグとかの動きだけじゃなくて気持ちにも関係しています。例文で確認しましょう。はい、例文、人形を抱いて寝る、彼女を強く抱きしめた、頭を抱えて悩む、大きな箱を両手で抱える、疑問を抱く、今年の抱負を述べた。はい、はい、じゃあこの中ではどれやりましょうか。はい、これとこれとこれやりましょう。はい、じゃあ1つ目、頭を抱えて悩む。はい、これ頭を抱えて悩む、ん、頭を抱く、まず
まあ、すごいこの人悩んでるんですね。皆さん悩んでるとってなりますね。でもっと悩むとこうなりません？どうしようどうしよう、どうしようかな。これです。頭を手で包んでいますね。手で抱えて悩む。頭を抱えて悩むです。わかりましたか？はい、次。大きな箱を両手で抱える。これ両手で持つでいいじゃんって思いません？大きな箱を両手で持つでいいじゃんって思いますよね。まあいいんですけど、抱えるだとなんかすごい大きな箱をイメージします。箱をこうやって手に余るぐらい大きい箱をこうやって持ってること、抱えるだと思います。抱えるっていう風になりますね。持つだとなんか普通にこうやってそんなに持ってるのが大変じゃない。でも抱えるはこう大きい、こういうイメージになります。わかりましたか？はい、次。疑問を抱く。はい、これだから、これの文章を見た通り、その物を持つだけが、物をこうやって抱いてるだけがこの抱くじゃないんですよ。疑問を抱く。自分の中に疑問があることを疑問を抱くって言います。疑問を持つでもいいんですけど、疑問を抱くっていう言い方もあります。今度使ってみてください。はい、はい、次の漢字いきましょう。この漢字、訓読みは打つ、打つ。音読みは激、激です。はい、じゃあ覚え方いきましょう。この漢字、まず左上から車です。車、車って言っても、今乗ってる車じゃないですよ。漢字は昔できたものなので、昔の車、つまり馬車です。馬、馬で走る車のことです。次、左、この形、これ、これは矛を意味します。矛、皆さんやりましたね。こういう昔使ってた長い武器です。人を刺せる武器です、矛。はい、これ下は簡単、手です、手です。はい、覚え方、馬車の上で手で矛を投げる様子を攻撃するって言います。攻撃する、攻撃する、撃つ、わかりますか？撃つはこの間やりましたね。銃を撃つ。つまり攻撃するっていうのは、相手をこうやっつけたい、相手を任せたい、相手を殺したい、殴りたい、攻撃です。攻撃、わかりましたか？はい、だからこの場合想像してください。覚え方、ここに馬がいますね。はい、馬います、馬いますね。で、馬、ちょっと馬車かけにくいんで、馬の上に人が乗ってますね。はい、乗ってます。で、矛持ってます、長い武器持ってます。それを敵に投げて、敵を殺す、敵を任す、攻撃するです。はい、わかりましたか？はい、よく戦争とかでよく使いますね。戦争ゲームとかでよく使う言葉ですね。はい、アタックです、アタックです。はい、例文いきましょう。銃を撃つ、攻撃的な性格、事故の目撃者を探している。じゃあ上2つやりましょう。銃を撃つ、さっきもやりましたね。銃を撃つです。バン、撃つです。はい、攻撃的な性格、まあ、これはつまり優しい性格じゃないってことですね。もうすごい強気で、もう絶対誰にも負けないぞ、攻撃的だから、たまに人にすごいきつく当たる、すごい強く言ったりとか、人にいや、これはこうだと思うとか強く言っちゃう人、攻撃的な性格。わかりましたか？はい、あ、じゃあこれもやっときましょう。事故の目撃者を探している、事故の目撃者を探している。事故が起きるときって、その時一瞬ですよね。例えば車と車がぶつかる事故、バーン、この時一瞬ですね。もうすぐ、もう短い間に事故って起きますよね。だからみんながみんなそれを見てたわけじゃない。目撃者っていうのは、その時ちょうどその瞬間、その時、その短い間を見てた人のことです。目撃者、目撃者、目でその瞬間を見た人ですね。目撃者って言います。わかりましたか？はい、次、7番、訓読みは拒む、拒む。音読みは拒、拒です。これ覚え方、はい、左、いつも通り手、右、右、あれ何ですか？巨人、巨人の巨です。
巨っていうのはでっかいことです。巨大とか巨人とか言いますよね。巨大はすごい大きい、巨人はすごい大きい人のことです。巨人、世界には存在しない物語の中の人のことなんですけど、もうすごい大きい人のこと巨人って言います。はい、あとは巨人、野球チームでも日本で有名な巨人っていうチームがありますね。ちょっと言い方違うんです。巨人と巨人、ちょっと違うんですけど、野球のチームも巨人っていうチームがありますね。ストーリー行きましょう。プレゼントが大きすぎて手で拒むと覚えましょう。拒むっていうのは、まあ、拒否、ちょっと、いや、いらないです、いいです、拒むです。わかりましたか？だから、例えば、結構日本人って、遠慮するんですよ。いや、私にはとっても、いや、大丈夫です、私はいいです、申し訳ないんで、いらないですって、日本人結構言うんですね。だから、プレゼントが大きすぎると、なんか、申し訳なくなっちゃうんですね。そんな高いものいりません。手で拒む。わかりましたか？はい、じゃあ例文。要求を拒む。子供は歯磨きを拒否した。犬に拒絶反応を起こす。はい、じゃあ下二つ。もう拒む言いましたもんね。下二つやりましょう。子供は歯磨きを拒否した。まあ拒んで否定した。で、拒否ですね。否定は違う。拒否した。つまり、歯磨きはしたくありません、お母さんってことです。子供は歯磨き、子供嫌いですよね、めんどくさいから。だから歯磨きはしません、拒否しますってことです。はい、次。犬に拒絶反応を起こす。まあこれはね、犬が本当に嫌な人ですね。本当に犬は無理、もう犬を見ただけでうーってなっちゃう人、拒絶反応です。反応わかりますね。反応、リアクションです。反応で、拒絶、拒む。まあ、絶対に拒む。もう、絶対に無理。拒絶反応です。わかりましたか？はい。先生はたまに勉強に拒絶反応を起こして、勉強しない時があります。はい、次行きましょう。8番。この漢字、訓読みはなしです。音読みは、吐く、ひょうです。はい、覚え方行きましょう。左は、て、右はこれ知ってますね。お、白です。白、色の白です。ここね、ここの部分ね。覚え方いきましょう。覚え方、手が白くなるまで拍手すると覚えましょう。拍手って何か知ってますか？拍手、これね、拍手。手が白くなるまで拍手した。白くなりましたか？まだか。拍手した。白くなるまで拍手したと覚えてください。覚えましたか？はい、例文いくよ。脈拍を測る。心拍数が安定してきた。拍手を送る。酒税増税がビール離れに拍車をかける。はい、じゃあこれとこれいきましょうか。1個目、脈拍を測る。脈拍って何ってなりますね。脈っていうのはここです。ここ、血が通る道のことです。血が通る道で、ここみんな手を置いてみてください。ドクンドクンしてますね。ドクン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 、リズムありますね。拍手してるみたいに。だから脈の拍、脈拍って言います。脈拍を測るのはこのドクン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 って何回言ってるか測ることを脈拍を測るって言います。わかりましたか？次、酒税増税がビール離れに拍車をかける。はい、これまず今日本でビール離れが起こってるんですね。なんか若者がちょっとビールは苦いし、ちょっと喉痛くなるから、ちょっと私はもっと甘いお酒がいいなっていう日本人の若者が増えてるんですよ。それをビール離れって言って、ビールを作ってる会社の人は困ってるんですね。もうなんで若者はビール飲まないんだって困ってるんです。でも最近酒税、お酒の税が高くなったんです。だからビールも高くなったんです。つまり若者は美味しくない上に高いビール飲みたがらないですよね。
だから酒税増税がビール離れに拍車をかける。もともとそんなに好きじゃなかったのに高くなったからもっと飲まなくなった。もっとビール離れをした。拍車、もう車みたいにもどん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 ビール離れが起こってる。拍車をかけるって読みます。はい、覚えましょう。次、はい、次行きます。準備はいいですか？はい、訓読みはなしです。音読みはひょう、ひょうです。はい、じゃあこれ覚え方ですね。左側は木ですね、木で、右側なんですけど、右側これひょう、ひょう、ひょうっていうのはなんだろう、チケットとか紙だと思ってください。チケットとか紙、紙ね。で、それに自分のそのチケット、紙、表に自分の挑戦したいこと、目標、自分の頑張りたいこと、目標を書いて木に飾ると覚えましょう。はい、ちょっとわかりづらいかな、ちょっと覚えてください、頑張って。で、じゃあちょっと詳しく言いますね。例えば日本七夕の日っていうのがあります。七夕の日、夏のお祭りじゃないんですけど、夏のイベントなんですけど、その日はみんなで浴衣を着て、浴衣、日本の伝統衣装ですね。日本人が昔から着てる服です。浴衣を着て、笹の葉？笹っていう植物があります。笹に、笹の木がこうやって、笹の葉、笹の木が置いてあるんですね、道に。で、そこの、この枝の部分に、自分の目標、自分の目標とか願いを書いた紙、紙をぶら下げるんです、ここに。いっぱい、いっぱいぶら下げるんですね。今年は何々に挑戦したい。今年は何々したい。JLPT 受かるといいなとか書いて、木に下げるんです。これが七夕の日です。こういう七夕の日みたいに、木に自分のやりたいこと、自分の目標を書いた紙を飾ると覚えましょう。はい、じゃあ例文。世界の標準に合わせる。目標は高いほどいい。道路標識や信号機は警察が管理する。はい、目標以外にもたくさん表を使った言葉ありますね。じゃあこれとこれいきましょう。目標はもうわかりましたね。自分の挑戦したいこと、これから頑張りたいこと。例えば皆さんの目標は JLPT 試験 N2、N2 合格ですね。そういうのを目標って言います。はい、次、一つ目から。世界の標準に合わせる。世界の標準に合わせる、まあこれは、まあ、世界の基本ってことですね。標準っていうのは普通のライン、普通、基本、基本、ベーシックです。世界の標準に合わせる、わかりましたか？世界の普通に自分の基準、基準を、標準を合わせるです。合わせる、世界の普通と自分の普通を合わせる、わかりましたか？標準です。道路標識や信号機は警察が管理する。道路標識って多分皆さんの国にもありますね。ここは一回止まんなきゃダメだよとか、ここは速度は60キロ以下だよとか、そういうのを教えてくれる印を道路標識って言います。わかりますか？道路標識や信号機、信号わかりますね。赤、青、黄色、赤になったら止まる、青になったら進む。道路標識や信号機は警察が管理する、警察がコントロールするってことです。わかりましたか？はい、次、10番目、桜。はい、訓読みは桜、桜、音読みは王、王です。皆さんこの漢字有名ですね。日本といえば桜です。桜の木、綺麗ですね。はい、覚え方いきましょうか。はい、左はもちろん桜は木ですね。だから木で、ここ女です。女で、上はこれ何ですか、これ何ですか、これは髪の毛です。髪の毛だと、髪の毛だと覚えてください。覚え方、髪の毛が長い女は桜の木が好き。髪の毛が長い女は桜の木が好きだよって覚えましょう。桜の木、ピンク色ですね。ピンクは女の子が好きな色ですね。
だから髪の長い女は桜が好きって覚えましょう。はい、例文いきます。日本は春になると桜が満開になる。京都は夜桜で有名だ。はい、これとこれいきましょう。日本は春になると桜が満開になる。満開っていうのはもう桜が全部いっぱい咲くこと、こんくらいじゃなくて全部咲くこと。これまだつぼみですね、まだ途中でも完璧に咲いた時、完全に咲いた時満開って言います。満開になった桜は本当に綺麗ですよ。はい、次。京都は夜桜で有名だ。京都は夜桜で有名だ。桜って夜もすごい綺麗なんですよ。夜は特にサラリーマン、社会人の人が集まってお酒を飲みながら見ますね。夜桜です。はい、次行きましょう。11番。この漢字、訓読みは待つ、待つ、音読みは小、小です。覚え方いきましょう。右側はこれ何ですか。公園の公です。公園。カタカナでハムって書いて公園なんですけど、公園知ってますよね。子供が遊ぶ場所です。子供が遊ぶ場所、公園ですね。ありますよね、皆さんの近くにも。はい、公園。はい、で、公園にある木は松と覚えましょう。公園にある木は松と覚えます。松っていうのは、まあ、日本の有名な木の種類です。すごい長生きなんですよ。なんかこの間インターネットで調べたんですけど、松ってなんか2500年生きられるらしいです。すごい木は。いや、ネットで調べたんでちょっと本当かどうかはわからないんですけど、松すごい長生きらしいですよ。じゃあ例文いきましょう。松の木は長生きと関係があります。はい、これさっきも言いましたね。松の木ってすっごく長く生きられるんです。だから松の木と長生きって関係があるんですね。はい、わかりましたか。はい、じゃあ次行きましょう。次の漢字、また木ですね。はい、訓読み杉、杉です。音読みはなしです。はい、これ覚え方。はい、左はいつも通り木です。でもこれ右、右、これなんだ。これは花粉が飛んでいる姿です。花粉、花粉っていうのはお花についてる粉のことで、この粉が飛ぶことによって新しい木が生まれます。わかりますかね。このお花の粉は飛んでいくことによって新しい木を生むんです。だから毎年毎年この杉っていう木はめちゃめちゃ花粉飛ばします。すっごい花粉飛ぶんですよ。で、日本花粉嫌いなんですね。日本人の大部分、多くの人はもう花粉大嫌いです。花粉が鼻に入るともうくしゃみが止まらない。もうずっとくしゃみしちゃう。で、しかももう鼻水とか涙がずっと出てくる、そういう症状、病気の人がたくさんいます。花粉症って言います。花粉症、みんなマスクつけてます、春になると。はい、次例文いきましょう。杉の木、次、杉の花粉が花粉症の原因になる。はい、じゃあまあこれだけいきましょうか。杉の花粉が花粉症の原因になる。さっきも言いましたね。花粉が飛んでくる、花粉が鼻に入るともう鼻水とか涙とかくしゃみが止まらなくなる病気のことです、花粉症。はい、で、杉の花粉が特に日本ではひどくて、杉花粉、それが花粉症の原因になるんですね。皆さんも花粉症には気をつけてください。普通の風邪とかよりも辛いですよ。はい、じゃあ次行きましょう。13番。訓読みは栄える、生える、生え、音読みはえいです。もう一回言います。訓読み栄える、生える、生え、音読みはえいです。はい、じゃあ覚え方。はい、これ木ですね。木で、この上にちょんちょんちょん乗ってますね。これはどういう意味かというと、木があります。最初は小さい木です。でもどんどん大きくなっていって、どんどん葉っぱが生えてきます。つまり最初はこんなちっちゃい木だけど、短い木だけど、どんどん増えてって
葉っぱが出てきましたよって覚えましょう。点は3つですよ。ちゃんちゃんちゃんってこうやって木を描きます。覚えましたか？はい、木がどんどん大きくなって栄えると覚えましょう。栄えるはもうどんどん大きくなっていくことを言います。例文、人口がどんどん増え町が栄える、子孫繁栄、お会いできて大変光栄です。ご飯はしっかり食べましょう。栄養が足りないのはダメですよ。はい、上2つやります。上2つ、人口がどんどん増え町が栄える。はい、これは町、最初は小さい町だったんですね。人もいないし、働くところもないし、お店もないし、小さい町だった。でも人口、人の数がどんどん増えて、お店も増えて、働くところも増えて、どんどん町が栄えた。町がすごくなっていった、大きくなっていった、栄えたです。はい、わかりましたか？次、子孫繁栄です。子孫繁栄、これは子孫ってわかりますか？子供、孫、子供、孫で子孫です。孫わかりますか？孫はもし皆さんが子供を産んだら、その子供にとって皆さんのお母さんがおばあちゃんです。で、そのお母さん、あなたのお母さんにとって、そのあなたが産んだ子供は孫です。わかりましたか？子孫です。子供と孫、繁栄。つまりどういうことかというと、お母さんいますね、お父さんいますね、あなたがいます、あなたが子供をたくさん産みます、子供たくさん産みます、で、子供たちもまたいっぱい子供を産みます、結婚します。これ最初は3人だったあなたの家族がどんどん大きくなっていきました。子供と孫が増えていきます。子孫繁栄です。わかりますか？よく子孫繁栄を願ってお祈りをするお家とかもありますね。はい、じゃあ次の漢字いきましょう。はい、14番、訓読みは攻める、攻める、音読みはこう、こうです。覚え方いきましょう。手で武器を持って攻撃する、まあ、つまり右側、これ右手ですね、手ですね、手です。この部分、手を表します。で、左側、これ前もやったんですけど、まあ、武器だと思ってください。こういう、なんかこういう、こういう怖い武器だと思ってください。この武器を手で持って、これを手で持って人を攻撃する、アタックする、攻めるです。攻めるです。攻めるってなんかよくわかんない人いますかね。攻めるの反対、逆は守るです。守る、守る、攻めるです。わかりますか？戦争でもありますね。戦争で有利な方、攻撃してる方、攻めです。で、負けてる方、もう自分の身を守るしかない方、守り、攻め、守りです。攻めの意味わかりましたね。はい、手で武器を持って攻撃する、攻めるです。例文いきましょう。敵を攻める、攻撃する、経済学を専攻する。はい、じゃあこれとこれいきましょう。敵を攻める、さっきも言いましたね、敵がいます、武器を持って攻撃します、オラオラオラ、攻めるです。はい、次、経済学を専攻する、まあ、これは経済学、学問の種類ですね。経済学を専門の線です。専門の線覚えてますか？両手で糸巻きを巻く、専門の線ですね。専攻、専門にして攻める、専攻する、まあ、とりあえず一生懸命それだけ勉強するってことです。頑張ってそれだけ勉強する、専攻するです。専門の学問ですね。はい、じゃあ今回の動画はこれでおしまいです。皆さんありがとうございました。バイバーイ。